頭の争いは最後届いたかどうか。外野が最強の2頭、やっぱり最後は2頭だった。最後は2頭、全野のぐらい先頭、全野のぐらい、全野のぐらいがタップダッシュし抑えました。勝ったのは13番ダイナスカーレット。37年ぶり梅の扉が今開かれた。タイトルホルダー3連勝だ。競馬界のエースは俺だ。タイトル